はい、野菜の準備をしていきます。まず最後に入れるのは卵を入れます。3番で、大根を作ります。辛みのあるキュウリと、天井を切っていきます。これまだ 100g です。あと 50g 削っていきます。はい、です。で、水切りをしときます。はい、とんかつ用を、はい、酒、大さじ1杯、酢、そしてみりん、醤油、そして塩少々。えのきを全部できます。たっぷりです。こんなに入れて大丈夫かというぐらいですね。水は差しません。少ししんなりしてきましたよ。もう少しですね。熱いうちでこっちから大根を出します。
ました。いなくなるほどかけていきます。はい、これで完成です。さあ、この白身を入れます。白身だけ。